韓国外交部の公共は長官が来る6から7日、スロバキアを訪問し、第3回韓国、ビシェグラードグループ外交長官会議とゴブセック国際安保フォーラムに出席すると外交部が4日、明らかにした。ビシェグラードグループにはスロバキア、チェコ、ポーランド、ハンガリーが含まれ、韓国、 ビシェグラードグループ外交長官会議は来る7日、スロバキアで開かれる。外交部のキム・イン・チョル報道官はこの日、定例会見で、韓国とこれら4核2の友よし協力関係や科学技術、サイバー安保、核心などの分野における実質協力の拡大案、朝鮮半島、欧州など地域情勢とグローバル懸案について、 深い意見交換が行われる予定だと伝えた。